えー、こんにちは、っかね私がね特別定額給付金の話題をいっぱい出してるのはチャンネル登録者数を増やすためだというねコメントをちょっと見てねうーんなんかね思うところがあったんで今回お話したいと思いますけども基本的に YouTube 上げる人っていろんな意味でチャンネル登録者増やしたいんでまあ、その通りで言えばその通りなんですよですんでねチャンネル登録者数をある特定のネタを使って増やすのがけしからんってことでしたら YouTube は存在しないことになっちゃいますよね で、それからね、私別にチャンネル登録、者を増やそうと思って呼びかけたことはありません。チャンネル登録お願いしますとかやってないでしょ。関係ないんですよ。そういうことは。うん。私は自分の心の中で思いたいことを発信してるだけで、あの、気に入らなければね、どんどんチャンネル登録解除していただいて構いません。で、私、動画でたまたま、たまに言ってるんですけども、チャンネル登録ゼロが理想なんですよ。というのが、私のね、無茶苦茶な理屈とか、無茶苦茶な発言を同調できる人って、究極はいなくなると思うんですよ。 だからこれはね視聴者さんのおもんぱかって視聴者さんの気持ちを忖度して話す部分もありますけどもただ基本的にはねうんどっちにしようかなと思った時は間違いであろうが誤解であろうが私はねその瞬間思ったことを話しますで後日考えが変わったら修正の動画を出しますですんで動画が増えるんですようん、まあ、だからねあのー、ご指摘されることはもう最もなんですよ チャンネル登録増やすためにそんなことやってんじゃねみたいなことありますけども、あの、チャンネル登録とか再生数を狙わない YouTuber っていないですからね。逆に言うと、そういうのを狙ってないのは私ぐらいのもんなんですよ。チャンネル登録が減ろうと、再生数が減ろうと、全く関係ないと。私の理想はチャンネル登録ゼロ、再生数ゼロなんですよ。 言いたいことを言って、それを誰も聞いてない。まさに私のオリジナルの発信がそこに存在するってことになると思うんですよね。誰にも噛み合わないような発信。それが私オリジナルの思考なのかなと思ってますけどね。まあこう言うとね、せっかくあの私の放送を気に入ってくださる方に背を向けたような感じになりますけども、でもね、私の発信してることがもうどうしてもなく好きなんだと。もう何回でも見たいんだっていう方もいらっしゃるのも事実で、そういう方にやっぱりね、支えられてることもありますし、えー、現実ね、私が動画を上げるたびに、 コメントをくださる方とかね、メッセージをいただく方とか、うん、私の銀行口座になぜかお金をね、振り込んでくださる方とかね、それからあのお中元お歳暮を送ってくださる方とかいるんですよ、うん。それは非常にありがたいなと思いますんで、お礼のおこう発信とかね、それからいろいろとやらせていただこうかと思いますけども、うーん、まあなんて言いますかね、ここにはちょっとね、記事があるんですよ。記事っていうかコメントがね。 確実に決定しない動画に、あたかも再給付が期待できるみたいな動画を上げて、リスナー増やしやチャンネル登録増やすのはやめた方がいいよと。うん。現実味が全くないし、見たくないというふうに書いてますよね。その続きのコメント見れないんですけども、まあそう思うようでしたら私の動画はもう見に来なくて結構だと思うんですよ。世の中はとかくファンタジーですからね。うん。ですから私の動画が真実だけを述べているってことはないです。間違いもありますし、思い違いもありますしね。 それから私の情報不足とか勉強不足理解力不足表現の不足もありますそういうのもやっぱりね差し引いて見ていただいてるんだと思います、まあ、ですんで今回コメントいただいた方っていうのはまるでねあのー、まあ批判するわけじゃないんですけども、あのー、考えてほしくないのは私の発信に対してものすごくねバカな人が見続けているっていう論調はやめてほしいなと思うんですよそんなことないですみんな賢いんで 私の動画見てる方ってのは。私は賢くないですけども、私の動画見てる方って賢いんで、ちゃんと情報の選別能力とか、私の発信から物事をね、現実を差し引いて受け取る、そういう風なね、思考は持ってると思います。まあ、ですんでね、私は何の心配もしてません。私は特別定額給付金が確実に出れますよなんてこと言ってないんですよ。こうコメント書いてますけども。期待できるみたいな動画あげてって書いてますけども、いや、期待はできますよ。期待は自由じゃないですか。明日が天気なのか雨なのか、期待は自由です。 そんんなこと言ったら天気予報は全部詐欺罪でで訴されちゃいますんでねだから私はね実現するために何かやることをやっていきましょうともしやることがないんだったら諦めましょうってことだけなんですよ、ね、官邸にメールを送ったり電話を送ったりとかして国民の声を届けることってそんなに悪いことなんですかねだって国民の声聞きたがってますよ権力を持っている方はだから声を届けましょう素直にいやもういりませんよって声を届けてもいいんですよ自力で何とかしますから私たちは空に困っても 自分のことは自分で面倒見ますからっていう声を官邸に上げて特別税額聞きなんていりませんっていうことをねもちろん報告してもいいと思いますよ、うん、でもやっぱりそうではなくてね予備費っていうものはあ私たちの国民のために使ってくださいっていう要求を上げるのも自由なんでねそれでもいいんじゃないですかね、うん、私はどっちかっていうとそう考える方なんですよかといってですね私が5万円10万円欲しいというわけではありませんここも誤解してほしくないんですけども、まあ、私はねあの独自のビジネスやってましてあの特に 5万円、10万円で何とかしようという気持ちはないですけども、前回いただいた10万円も結局ね、納税額が上がっただけで、あんまりいいことはないんですよね。こう言うと、本当にねあの、いい気になるなって言われそうですけども、うん、やっぱり基本的には私は自力で生きていくものだと思うんですよ。自力でね。その自力で生きていくものの一つの中に、自分の辛さとか弱さとかね、悲しみを、もしね、受け取ってくださる方がいるんだったら、訴えること、これも自力で生きていくことだと思うんですよね。うん 今のところちょっと苦しんでちょっと手伝ってもらえませんかとその財政出動国民のために使ってもらえませんでしょうかっていうのも自由だと思うんですようんだからそれだけなんですけどねうんまね、あ、これからもね勝手なことは言いますけども気に入らない方はぜひね見ないようにしていただければと思いますあの中にはね私の発信がものすごく嫌いでもう腹が立つとだから毎回見に来るって方もいますけどもあの多分ねもっともっと快適になる動画って世の中にいっぱいあると思いますんでそちらの方を見た方がいいと思うんですよ うん、私と合わない方っていますからね合わないところを無理やり合わせようとも、うん、する必要ないですし合わない人の発信をずっと見てねより不快感を高める必要もないと思うんですよ是非ねあのご自身が気持ちよくなるようなね楽しくなるような動画を探していただければ今いっぱい出てますんでねそちらの方をおすすめします ただまあ、私に対して怒りをぶつけて、気持ちが良くなる方もいると思いますんで、そういう方に関しましてはね、ぜひまた見に来ていただいて、腹を立ててもらったらいいと思います。えーね、私に対して、いろんな感情を抱くのはこれも仕方がないです。人対人なんでね、うん。まあでもね、YouTube こうやってやってきて、チャンネル登録、1万人を超えるあたりまでは、本当何がなんだかわかんなかったですけども、今ね、うん、まあ100人、200人、確かに毎日増えてますけども、 まあ特別定額給金のネタなんてねすぐ終わりますよ心配しなくても、うん、その上でもうん残ってくださる方とか離れていく方いっぱいいますんでね、うんまあ、リスナーを増やすためにやってるって言えばそれはねその通りですよ、うんまあ、増えなくてもいいとは思ってますけどもただねそれを言うんだったらテレビマスメディアあ、ね、新聞雑誌全部読者増やすためリスナー増やすためにやってますからじゃあそこに対してもね いろいろと思うところがあるんだろうなと、思うばか,でかりでございます。えー、ちょっとね、聞き取りにくい言葉の連発ですいませんけども、うん、深夜5時ですか、思いの丈をちょっと話してみました。まあ、これからもね、見たい方は見る、見たくない方は見ない、再生ボタンを押すかどうか決めるのはあなたでございます。それでは、いってらっしゃい。